はい、ではこちらの文献を井の岡が紹介します。まず概要です。こちらの論文では、感情などといったその属性、文の属性をその属性以外の部分の意味をこう保持した状態でこう属性を変換するっていうようなことをこのタスクに挑戦する論文です。その学習の際にその内容が同じでその属性のみが違うようなそういう文のペアとかを使うわけではなくて、そのなんかある属性を持った文の集まりとまた別の属性を持った文の集まりといったようなそういうなんですかね、ペアではないデータを使って学習を行います。その変化の際に、これは後で詳しく説明するんですけど、そのフレーズっていうのを文の中のその属性に関するフレーズっていうのをこうデリートしたりとかリトリーブしたりして、それらをもとにその変換を行って最終的な出力をこう出すっていうようなモデルになっています。このモデルはその従来手法と比べて 22% 多くの入力に対してその文法的でかつその適切な出力が出てくるっていうことをこう人に評価によって確認が行われています。で次がイントロダクションで、この研究の元になっている部分なんですけども、その文の感情とか、スタイルとかあと時制っていったようなその文の属性っていうのを制御して、文を生成するっていう、ところに関心が今集まっていて、そういった、属性のこう変換とか制御っていうのは基本普通その理想的にはその属性がどけが違うその意味が同じ文の、パラレルなペアのデータがあればいいんですけども、なかなかそれは難しいということで、実際にはその属性がラベル付けされた文だけがいっぱいあるといったような状態なので、それを使用して、その変換を行いたいっていうものがことがあります。これまでにその例えばガンとかを使ってそういう属性をこう転移させるような変換させるような手法っていうのは提案されているんですけども、その出力っていうのが低品質であるっていうのことが人での評価によってこう判明しています。で、この論文の、著者らがこう着目した点なんですけれども、その文の属性にをこう変換しようってなった際に、その文の属性に影響を与えるような単語っていうのが当然あって、例えば、この文だとこの赤字の部分っていうのがこのネガティブな、この文をネガティブにする要因となっている単語はこう赤くなっているんですけれども、で実際これをこう最終的にこう言い換えるっていうのを、これはネガティブなんですけど、これをポジティブに言い換えるってなった際に、その文全体をこうガラッと変える必要はなくて、あくまでこの文をこうネガティブたらしめているこの単語っていうの部分をこう直すだけで十分な場合が多いっていうようなところに着目して、よりガンはちょっと複雑なんですけれども、この論文ではより単純で学習が簡単なその変化の属性変化のシステムっていうのを提案しています。次以降がこのアプローチについて説明します。この論文で提案されている手法っていうのは、この右にあるこの4つなんですけれども、そのうち、この下2つっていうのを、ベースラインとして、上2つをこうさらにこう改善を行ったっていうものになっています。まずその入力ですね。入力、属性変換をしたいこう入力があって、今回の場合ですね、ポジティブネガティブのこう変換を行いたいっていう例なんですけれども、こう入力があって、この入力はこうワークスグレートっていう、こうポジティブ、この文をポジティブにしている要因となっているこの、単語列があって、それをそれはもうその分かって今は分かっているものとして、次にこれを削除を行います。こう削除した結果っていうのが、このカッコ1デリートっていうところの先にある、ここになっていて、下の部分だけ見ると、こうそのポジティブ、あれですね、ポジティブの要因になっているこう単語だけがこう記されていて、文法
的というか流暢ではないんですけれども、まあ、こういう文が生成されます。で次にそのこの文とあとこれ元はポジティブな文なんですけど、まあ、これをネガティブに変換したいので、そのこの、デリートを行った先の文っていうのに、まあ、最も類似した、ネガティブな文っていうのをこうコーバスというか、まあ、文のセットからこう持ってきて、持っていきます。でその持ってきた結果っていうのがこの一番下にある文で、そうですね、まあ、もちろんネガティブなこう分数のセットからこうリトリーブしているので、まあ、当然まあネガティブな文が出てきますね。で、まあ1つ目の、まあ、このベースラインっていうのが、まあ、これをそのまま出力するっていう、まあ、モデルです、で次の、まあ、これも次はこのベースラインについての説明なんですけども、次のこのベースラインはこのリトリーブして出てきたこのネガティブな文の中にあるそのネガティブな総単語というか、まあ、この文をネガティブにしている要因となっているこの単語列っていうのをこう抽出していきます。でこの抽出してきた単語っていうのをこの、まあ、元の単語のこのポジティブになっている部分っていうのを、まあ、この抽出したこうネガティブなところをこう置き換えるというかこう入れ替えるような形でこう文を、ネガティブな文を生成するっていうのがこの下から2番目のこのテンプレートベーストっていう方法です。で次に、まあ、3つ目以降が実際にこうこの論文で改善とされている新規にまあ改善を行ったモデルなんですけども、まあ、次3つ目がこのデリートオンリーっていうやつで、そのこの元の文からそのポジティブなところを、まあ、ポジティブな要因となっている単語を削除した下の文っていうのを、まあ、RNN に入れて、またそのそれにプラスアルファそのこの文をまあネガティブにしたいっていう、そうですね、ネガティブにしたいっていう情報もまたその入力として入れてあって、まあ、この出力をこう出すっていうことを行うのがデリートオンリーのまあ方法 で次4つ目のこの方法っていうのはそのこの元の文からまあポジティブな文だポジティブなところとこう削除したのと、あとまあさっきこのレトリブの方でまあ抽出されたこのまあネガティブな部分ですね、ネガティブなこう単語の列っていうのをまあこう両方それぞれ RNN に入れてまあその出力をこう出すっていうのがこの上から2個目のこの方法です。で実際まあこのさっきの説明であったまあデリートとかまあリトリーブとかが実際何をどういうふうに行うのかっていうのがまあこれから説明します。まあ、デリートする際にその、まあ、例えばさっきの例だと、まあ、ポジティブな単語とか、まあ、ネガティブな単語っていうふうにまあ言ってたんですけど、まあ、実際そのラベル付けされているのは単語単位じゃなくて、まあ、文単位なので、そのあらかじめそうある単語がポジティブとかネガティブとかっていうのが分かっているわけじゃないんですね。なんでその、まあ、ざっくとした説明をするとその、まあ、ポジティブな文のセットの中でよく出てくるまあ、エニグラム、まあ、単語列っていうのと、あとまあネガティブのセットの時に限ってそのよく出てくる単語列とかっていうのをそのそういうような単語っていうのをそのある文をまあネガティブにする要因となる単語みたいないうふうに扱います。で、まあ、今回その単語列のエニグラムのことをまあ属性マーカーとして、まあ、属性マーカーと呼ぶんですけれども、まあ、それを削除するっていうのをこのデリートさっきのデリートの作業で行っています。で、まあ、その具体的にどうやってこのポジティブの時に限ってよく出現する N グラムとかっていうのを探すかっていうと、まあ、これは単純な内部ベイズ分類器をこう考えて例えば N グラムから属性を分類するような内部ベイズ分類器をこう考えた時に、まあ、その、まあ、計算するにあたってそうですね、あるカテゴリー、カテゴリーじゃなくてある、まあ、属性っていうのですね、属性を条件としたその N グラムのその条件付き確率っていうのを計算するのが、まあ、その内部ベイズ分類器をこう構築して出てくるはずなんですけども、その際に計算する確率っていうのをそのある決めた式値を超えた際に、まあこうまあ、属性マーカーとして扱うっていうようなことを行います。で、まあ、次がリトリーブなんですけれども、まあ、これは先ほどその、まあ、デリートした後の文と
デリートした例えばポジティブな文からそのまあポジティブなこう単語とかをこうデリートした後の文っていうのをまあそのネガティブなその文の集まりからその似た文をこうリトリーブしてくるっていうのがさっきの中だったんですけども、そのリトリーブの際はまあその単語2つの単語系列2つって言ったらですね、まあいわゆる2つの文ってことでいいと思うんですけど、その2つの文のまあ距離が一番小さいものを取り出してくるっていうのがここでいうリトリーブになってて、その距離の計算方法っていうのはまあこの2つをこう扱っています。まあ1つ目が TFIDF でまあ重み付けしてまあその単語がどれだけ重なっているかっていうのをまあ見るのと、2つ目はこのコンテンツエンビディング、その文のコンテンツエンビディングのまあユグリッド距離がこうユグリッド距離をこの単語系列の距離にするっていうことをやっていて、まあこのコンテンツエンビディングっていうのはそのあれですね、先ほどの例で先ほどのこの図の中にあった RNN ってあったと思うんですけど、その RNN のエンコーダー、まあ、入力した結果というか、まあ、そのエンコーダーの出力のベクトルっていうののベクトルのそのベクトル間のそのユグリッド距離っていうのを計算するっていうのがここでの2個目の項の距離ですねなっていて、まあ、次がジェネレートなんですけれども、ジェネレートの方はそのこの RNN のところでまあ文がジェネレートされる、まあ、2つはこうもただ持ってきるだけだったりとか単語を置換するだけなんでこうジェネレートいらないんですけど、まあ、この2つに関してはこの RNN が入っていて、まあ、ジェネレートする必要があります。で、まあ、この RNN をどうやって学習するかっていうと、そのあれですね、このさっき実際にこのシステムを動かす際にはそのデリートしてその属性マーカーが消えた分と、まあ、元の属性マーカーが消えたのとこう変換したい先のこう属性を入れるっていうことをしてたんですけども、実際学習する際はその例えば、まあ、この例だとまあ、このワークスグレートを消したこのデリートの分とあとまあポジティブっていうこのフラグを入れてまあ元の分を復元するような学習っていうのを行うことでまあこの学習っていうのを行うことができます。ただその2つ目の方ですね、デリート&ディティブはもうよくは2つ目の方に関してはそのそうですね、まあ、この下にあるこのリトリーブしたその単語列っていうのをこうまあ一緒にこう入れてまあ出力するんですけれども、先ほどと同じような方法でやってしまうとその単純にこの、まあ、このポジティブ な単語が消されたところにはもう一度ポジティブを戻すようなこう学習をするんですけども、それだと単純な穴埋めになってしまうっていう問題があって、その学習としてはまあうまくいかないというか、その何て言うんですかね、単純な穴埋めになってしまうとその、まあ、文の生成というよりかは文の生成になっていないっていうことで、その文法性とか文法とか流暢にならない、単純にこう入れてるだけなんで流暢にならないっていう問題があるので、その属性マーカーの方にまあノイズを加えることで、まあ、そう単純にこう挿入するだけ、挿入っていうか穴埋めするだけではこうできないようにします。でそのノイズっていうのはそのマーカー、まあ、同じ属性のこうマーカーの中で編集距離が一度ものこう確率的にこう勝手にこう何て言うんですかね、入力を変えて学習を行うということで、まあ、そのノイズを加えるっていうことを行います。まあ、これはあれですね、その昔じゃないですね、これまでの研究にあったそのまあデノイジングの学習というのとも同じような考え方になっています。で、まあ、実際にここでこの論文で行っている実験について次説明します。このまあ提案手法を実際にこうレビューのレビューのその感情をこう反転、ポジティブネガティブを反転させるっていうことを行うのと、あと画像キャプションの画像のまあキャプションの部分をこう使って、その分をよりロマンチックかまたはユーモラスになるようなこう属性の変換っていうのを行うタスク、この3つを行います。で、まあ、従来こう実際にこの今回の提案手法をまあ従来手法と比較するんですけども、その従来手法っていうのがこう最初に説明していたそのガンの方法ですね。で、まあ、それプラスアルファその人間が実際に人間がこう作業人間が文を書いて
行うっていうのはこうヒューマンリファレンスってここに書いてあるんですけども、まあ、その人間との比較っていうのも行います。で、まあ、そうなんであれですね、まあ、従来処方とまあこの人間が作ったやつと今回提案したやつっていうのをそれぞれをこう比較します。で、このヒューマンリファレンスについては Amazon のメカニカルタークでこう収集っていうのを行っています。まあ、データセットはまあこういうふうになっていて、そうですね、キャプションに関してはその学習時はその、まあ、ロマンチックとかユーモラスとかっていうのを、まあ、もう当然ラベルのついたデータを使ってやるんですけども、テストの際はその入力っていうのはそのどちらにも属さない、まあ、その事実っていうか、そのそういうどちらにも属されない事実っていうのを入力して、その文を、まあまあ、ロマンチックに変換したりとかユーモラスに変換するっていうようなことを行います。なんでその入力にそもそもそういった属性マーカーが含まれないようなものになるので、まあ、その削除っていうのは行わなくて、まあ、挿入というかそのそうですね、その属性マーカーですね、そのルマンチックスなんかにする、まあ、単語のこううまくこう文に入れるみたいなタスクになります。で、まあ、詳細はまあここに挙げている通りで、まあ、そうですねなっていて、まあそうですね、まあ、シングルレイヤーの GRU で、まあ、100×512 の各レイ、まあ、ユニットの次元で、まあ、ワードベクターは128次元でっていう、まあ、そんな感じになっています。で、今回の実験に対してはその人間の一人評価を行っていて、その一人評価はAmazon メカニカルタークでそのワーカーにその評価を行わさせるっていうことをしています。で、実際に、まあ、評価についてはその5段階で行っていて、まあ、1がなんかダメで、まあ、5がいいみたいな感じの評価を行っていて、まあ、その評価に関してはその文法性と、あとまあそうですね、よりちゃんと属性が反映されているかっていうのと、まあ、あと意味の保持ですね、属性を以外の部分の意味がちゃんと保持されているかっていう、この3つを評価しています。で、この5段階のうち、まあ、より良い 4か5と評価された場合はその出力っていうのはもう、成功というふうに見なします。で、今回はそのデータセットの中のあとテストセットの中の、まあ、無作為に抽出した400のサンプルだけをこう使用します。で、まあ、それぞれ各属性ごとにそう同じだけ、各属性で同じ数だけ使うので、まあ、200サンプルになります。あ、その属性ごとでカウントすると200になります。で、次がそうですね、一人評価の結果になっていて、まあ、それぞれ上、これがまあそれぞれのタスクですね、こうデータセットの違いになっていて、上3つがその従来のガンの方法でなっていて、この下4つが、今回の論文で提案されている方法で、まあ、一番下がこう人間が作った文に対しての評価ですね。で、その中でもそのこの中での、まあ、上2つっていうのはこの論文においてベースラインとしている方法っていうのはこの上2つになってますね。ここで提案しているんですけども、ベースラインはこの上2つですね、なっています。で、今回のこう結果を見るとそのベースラインの手法、まあ、ここの論文でベースラインとされている手法っていうのがその、まあ、従来のこのガンの手法よりも、まあ、このサクセス SUC っていうのが先ほどの成功率ですね、成功率がこう高くなっているっていうことが分かってそのまたこの今回の提案手法であるこのディリート&リトリーブの表が全てのこうデータセットにおいて、まあ、最高の成功率になっているというような結果になっています。ただその、まあ、人間がこう書いたものとの比較をこう見てみるとこう結構大きな差があって、まだこの改善の余地というかまだこれが完成したというわけではないということも分かります。で、次にこのガンの方のこう結果を見てみるんですけども、クロスアラインドと、マルチデコーダーの方、マルチデコーダーのこの2つをこう見てみるとこの、まあ、極性の評価ですね、この ATT アトリビュートの方の結果っていうのはそのいいんですけれども、ただそのこのコンって書いてある方がこれ意味保持性なんですけれども、その意味を保持できていないっていうようなこう欠点がこの表示評価から分かります。またこの残りもう一つのこう真ん中にあるこのスタイルエンビディングの方法だとその言い換え自体はうまくいくんですけど、その、まあ、曲線が変わっていない例がある多いっていうような結果になっています。で、まあ、これらからこの論文の筆者らはそのガンのモデルっていうのはこうどちらかその先ほど言ったどちらか一方っていうのをまあこう犠牲にしてしまう傾向があるという、 こう結論に至っています。
で、次はこのベースラインの一つ目であるこのリトリーブオンリーの分の結果なんですけれども、これはこのコーパス変換先 の、 その属性のまあ分セットからこうただ分を取っていくだけなので、そのまあ生成とかを行っていないので、その まず 分法性が高いっていうのと、あとまあその変換先の属性のデータが取ってきたので、当然属性としてもこう正しいのが取ってきやすくなっているんですけども、ただそのコーパスにない分は出せない、その分セットにない分は出せないので、そのまあ戻る分とその意味をこう同じような分を出そうとするとちょっと難しいっていうので、こうスコアが下がっている風になっています。でまたそのテンプレートベースの方ですね、このデリートした後にそのリトリーブした単語のこう単純に言えるだけのモデルなんですけど、これに関してはその元の文の単語っていうのをこう保持して、その属性の部分だけをこう入れ替えているので、まあ、意味の保持に関してはこうスコアが高くなっているんですけど、ただこう後から単語をこう入れているっていう関係もあって、その前後とつながりがまあうまくいかないっていうのがあって、その文法性がまあこう悪くなっているっていうような結果になっています。で、今回の改善モデルであるした2つに関しては、その3つのバランス、それらっていうのがまあうまくバランスが取れている手法っていうふうにこの筆者は述べていて、まあ、特にこのデリート&リトリーブに関しては、そのまあ、どういう単語を入れるべきかっていうのをこう入力として入っているので、まあ、より長い文をこう生成するのにいい、まあ、条件付けっていうのが行われているんじゃないかっていうふうに述べていました。と最後にこのコンクルージョンです。まあ、この論文で紹介されたその手法っていうのは、まあ、従来のガンによりもそのより高性能な手法だったっていうことをこう一緒で評価で確認していて、またその先ほどその最初の方にそう言ったその文の属性を変換するっていうタスクっていうのは、その文の属性に影響を与えるくっていうのがそう文の中でのこう局所的で、まあ、そこをこう変えるだけっていう場合が多いっていうような、こういう過程というか前提っていうのがこのモデルが それをうまく活用して、まあ、効果が大きくなっているっていう風な構成になっていて、また今回はその属性のを N グラムとしてこう扱っているんですけども、まあ、より実際、まあ、より一般的な属性の概念というか、そのよりその属性っていうものを表すものの表現っていうのをこう開発するっていうのが、まあ、より、まあ、こういうタスクだと、まあ、有益になるのではないかというふうに述べているんですけど、ただ一方でそれはその、まあ、入力の情報がこう増えるというか、まあ、必要最低限以上のこう情報が入ることになって、その機能性バイアスが伴うのではないかっていうような懸念も示してありました。以上で発表を終わります。